長モデューロ中島レーシングより中島悟総監督です。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとお客さんは少ないよ。お客さん少ないですか。中島悟監督が来てくださいって言ってます。皆さん来てください。時期に集まります。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、今日は1対1ということで、はい、根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますので、はい、覚悟しておいてください。お願いします。はい、まずはこちら言わせてください。スーパーフォーミュラ9年ぶりの優勝おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん大きな拍手。はい、GT はまだねちょっと前に勝ったんで、はい、もうちょっと待っててください。もうちょっと待てということなんです。はい、どうですか表彰台に上がった時のお気持ちは。そう本当にね久しぶりだったんでちょっとあそこ行く道を忘れちゃうぐらい、はい、迷路みたいなとこ通って上に上がってくんで、はい、でもちょっと嬉しかった。嬉しかったね。なんかこう周りの反響とかあったんですか。いや結構ね、はい、今まで忘れてた人からねメールが入ったりお祝いの言葉があったり、はいはいはい、みんな控えめだったんで、はい、でも嬉しかったですよ。はい、よかったです。はい、ちょっともう一回拍手。拍手おめでとうございます。はい、ただもうアレックス・パロー選手がめちゃくちゃもうちょっと抜けて早いなっていう印象を受けたんですけれども、はい、中島監督から見てどうですか。そうですね本当にあの今年彼は新人なんですよ一応、はい、あそうです。年も若いし、あのその割にはね結構落ち着いてレース運びするんで、はい、すごく助かってますね。はい、まあ、あの決勝日がですねそして雨だったんですね。こう雨の中島っていう風によく言われてますけれども。僕は運転してないですけど。やっぱ運転するときはやっぱ雨の方がやっぱと、まあ、言われるだけあって得意なんですか。得意じゃなくてみんなが嫌がってんじゃないかな。あみんなが嫌がってる。他の人が嫌がり方の多さで決まるんじゃない。そんなに嫌ではないっていう感じなんですか。そうですね僕はあの現役の頃は特に、はい、あの F1 非常に重い車だったんで、はい、雨の方が楽だったね運転がね。あなるほど、うん、あそういうのもあるんですね。はい、でまあ、今回あのスーパーフォーミュラ決勝日雨だったんですけれども、はい、やっぱそのタイヤの戦略とか、うん、あのピットインの回数っていうのは、うん、こうどういうふうに作戦を立てたか。あれはね、はい、雨だったからタイヤの交換もしないし。あ、しなかったんですね。給油もしないし。給油も、はい、あの雨だと少し燃費が良くなるんですよ。はいはいはい、はい、あのね、晴れほどアクセル踏まないでしょ。はいはい、だから給油もなし、タイヤ交換もなし。もちろんなんか起きればしますけど、はい、だから全員にそういうのなしで行ってるからそのままで助かったかなみたいな。じゃあしてやったりみたいな感じなんですね。そうですね、全てうまくことが運びました。それよりもあのその次のこの間のモテギでまたポール取ったんで、はい、あれの方がすごかったかもわからない。どうですか、うん、そのポール取った。いや、本当に頑張りましたよ最後最後まで、はいはいはい、うん、ただ本番はねまだちょっと我々の車のその長く走る安定感が足んなかったかなって感じでね。でもレースの半分以上は頭走ってましたんで。そうですよね、はい、もうじゃあこれからますます期待っていうか、あと2回ですけどね、はい、あの岡山と鈴鹿かな、はい、頑張ってもらえばまだひょっとしてっていう可能性もあるんでね、はい、チャンピオンの目もゼロではないので、はい、頑張ってもらいたいなと思ってます。じゃあ皆さん応援のほどよろしくお願いしますね。はい、見といてください。あ、見といてくださいとのことです。 BS 放送で夕方やりますから。日曜日のね。しっかり録画しときます私も。な、録画じゃなくてくださいよ。あ、そうね、そうですよね。録画しなくても夕方見れる。そう、夕方見ます。夕方、はい、皆さんも見てくださいね。生は J スポーツですからね。はい、わかりました。あのではですねちょっとそろそろスーパー GT の話をしていこうと思います。はい、まあ、今回ねもう大堀があのラウンド6ということなんですけれども、まあ、これまでちょっと厳しいレースもあったと思うんですけれども、はい、振り返ってみてどうですか。そうですね、まあ
ここ前半よりもちょっとこう良くなってきたりしてるかなと思うんですけどね、はい、まだちょっと 100% ではないのかなって。なんかあの Q2、 あの前線が Q2 初進出ということだった、はい、そうですね。富士時は予選までは、はいはい、まあ、決勝も最初のスプリットは良かったんですけど、はい、途中でちょっと接触しちゃったりとかもあって、はい、いつの間にか後ろの方へ下がってきましたが、はい、まあ、あのちょっとですね、私が受けた印象なんですけれども、やっぱり暑い、気温が高いっていうのと、ちょっと長いレースがあのタイヤが得意なんじゃないかなと思うんですけれども、監督からして感触はどうですか？そうですね、まあ、まあ、その時にあのやっぱり GT、まあ、1年季節があってね、はい、このレース今回も、まあ、台風が来そうだとかいろいろありましたけど、去年は 10月の末だったっけな、はい、もっと涼しかったはずなんですよ、はいはい、で今回はちょっと暖かい時期になりましたしね、はい、そうするとどんなタイヤを持っていくのっていう、どのレベルのを持っていくのっていうのをすごく来る前に考えて、でも今日の明日で作れるもんじゃないので1ヶ月ぐらい前にこう想像して作るんですね、はい、だからちょっと今回は思ったよりもあったかかっちゃったけどみたいな、でも雰囲気を今日の朝の走行では感じましたんで、まあでも、はい、あれらしいですよ、決勝がまた雨らしいですよ。本当降るんですか明日？なんか今のところ、いやでもお客様にとっちゃたまんないですよね自分もそうだけど、本当はドライでやっとこうやりたいとこですけど ね、まあでもレースは本当に天候だけはね自分たちで選べないので、はい、まあこれはあるがまま、それに対応していくしかないですね。それもまたねちょっと難しいですね。ただやっぱり速いっていう風に言われている牧野選手と、まあ、GT 初参戦のナレイン選手が、はい、今年あのドライバーとして起用されているんですけれども、あのお二人の評価は中島監督から見てどうですか？そうですね、まあ、牧野君は、まあ、ああいう箱車っていうのは初めてだと思うんですけど、まあ、それなりにちゃんと走ってます、はい、でナレインの方は F1 にも乗ってすごいスピード感はあるんだけど、はい、やっぱりね一人で走るのとあの300クラス抜くのがね、あちょっと、まあ、ジェンソン・バトンもそうだったけどね1年最初の頃はね、どうしてもその接触しちゃったりとか、その感覚がまだあんまり好きじゃないって言ってますけどねそう言ってる場合じゃないよって言ってるんですけどでもそれで頑張っていくと、この間の藤もちょっと押しのけて、はい、ペナルティーを払っちゃったりとか、はいはいはい、うん、でもこれからってことなんですよね。そうですね、本当 GT レースの難しいとこはね、はい、うん、そういうところかな、はい、うん、ちなみになんですけれども、あの今日牧野選手がですねちょっとお話伺ったら、まあ、ちょっと NSX 勢が得意と言われているので大堀が頑張りますというふうにおっしゃってたんですけれども、はい、そうなんですか？過去がそうだったんですかね。今回はどうですか？今回も朝の練習では上の方いましたよ、うん、はい、でスゴも次のスゴも NSX 勢が得意、はい、あそこがね一番いつもうちの狙い目なんですよ。そうなんですか？なんですけど、はい、って感じかな、うん、でいやでも分かんないですよ、はいはい、うん、そうですよね、まだ分かんないですよね、うん、テストの時もまあまあ行ってますし。あ、そうなんですか、はい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 、だからまあさっきも言って季節外れでこうテストしてくるんで、またその時の季節に合うかどうかっていうのがね、あ、なかなかね、あの悩ましいとこなんですけど、まあそれは全力を挙げてピントが合うように頑張っていきたいと思います、はいはい、応援しております。皆さんも応援よろしくお願いしますよ。64号車お願いします、はい、今年から色も変わってますんでね。そうそう、もうユーロからです、黒い車になっちゃった、はい、はい、ぜひぜひお願いします。それであの今はですねちょっと GT のことについて伺ったんですけれども、今度は中島悟監督自身についてちょっとお伺いしたいと思います。あの思い出に残っているレースっていうのはあるんですか？うちのチームのですか？いや、あの現役自分のですか？はい、自分のは
まあ、まあ最後の鈴鹿が一番あれですかね。あ、鈴鹿なんですね。うん、それか開幕のブラジルとかね、初めて戦った F1 のブラジルとか、はい、やっぱり初めてとかって結構新鮮じゃないですか、はい、うん、全てがこう新たな経験だから、はい、ちなみに開幕のブラジルはどんな気持ちで、どんなことがあったんですか？いやとまあもちろんね、日本で戦ってて F1 行くことが決まって、はい、まあそのブラジルのレースの前にはテストも練習もあったりしたんですけどね、はい、まあ行ってみたら想像以上にみんな早いなというのは思いましたよね。今みたいなこう情報はないもんだから、自分は運転手として、まあ今ね、来年オリンピックだったり、今年はラグビーのワールドカップもありますけどね、来月からね、みんなその自分のやってることで、まあ世界目指していきたいんですよ。だからバスケットもちょっとキュンと負けちゃったみたいだし、ラグビーもこの間黒い軍団にはこう負けちゃったり、あんな感じで自分も行くでみたいな感じで行ったら、まあ他の26人24人いたかな、6人か、あの頃は早かったねみんなね、まあまあすごいねっていうのをこうやっぱり目の当たりにする。今だったら大体こう行く前からね、何でもみんな調べてあったことは分かるじゃないですか。我々の頃はそんなんじゃないよね。まあそこ行くんだっつって行っちゃってからあれみたいなこともあったし、すごいうまくいった時もあるし、まだまだ捨てたもんじゃないなって思ったこともあるし、すごいプレッシャーの中で、だから分かってていく挑戦みたいな感じじゃなくて、僕はもう単純に冒険に行ったようなもんで、ただ運転が好きで、運転を試しに行ったって感じですけどね。すごい、重いお言葉がいただきました。そんな中島悟監督が思うモータースポーツの魅力って何だと思いますか？まあいろんな部分があると思うんですよ、車を使うってことでね、はい、人間が車を操るわけですから、はい、だから車に対するこういろんな興味のある人もいるし、やっぱり人間に、はい、ドライバーに、を見る人もいる、はい、だから見るものは応援するターゲットが多いのがモータースポーツですよね。肉体だけでやるスポーツだったら本当にその人、はい、みたいになるけど、はい、車の格好が好きだとか、はい、もあるわけじゃないですか、はい、でそれをもちろん操るドライバーが好きだっていう人もいるし、その好きなドライバーがどこ行ったってその人でいい場合もあるし、はいはい、いやここのチームがいいんだって応援してくれる方々もいるし、はいはい、まあ、そういう意味でこう非常に幅が広いのはモータースポーツかなと思いますけどね。なるほど、はい、まあ、確かにいろんなところに感情移入しながらレースを見れるっていうのもね、魅力ですよね。そうですね、うん、まあその中でやっぱり最後にスピードでビヤッと走っていくわけですから、はい、まあそういう自動車の持ってるスピード感だとか、はい、性能だとか音だとか、はい、まあそういったものを一同時にこう楽しんでいただければなと思いますね。わかりました。ちなみになんですけれども、今日は会場にいらっしゃった皆様からちょっとこれ聞いてくれっていうのを言われてるんですけれども、はい、普段どんな運転してらっしゃるんですかっていう質問があったんですけれども、どうですか？安全運転ですか？多分過去に一度もぶつかったことないからすごい、はい、だから本当に自動車の運転が好きで、はい、先週も実はこっちにいたんですよ。あ、そうなんですね。まあ、こちらというか九州にね、はいはい、先々週か、はい、大分にいて、はい、で大分行くのに福岡へ飛行機で飛んできて、はい、そこからドライブがてら楽しみながら大分で仕事して、一泊してまたこの山並みハイウェイをビューッと走って、はい、で熊本空港から帰るみたいな、そういう楽しみ方をするんですよ。じゃ結構だから早いとか遅いとかじゃなくて、はい、動いてるその景色を楽しんでる。へえ、はい、運転するのがよく運転するのちょっとあんまりっていう方とかいらっしゃるじゃないですか。だからその運転が基本にあるんですよ僕。だから競争は後の問題で、はい、運転してるのが好きなのが競争になっちゃったって。
じゃあある意味転職、うん、だからもうあの命続く限りもうあの免許を返納しろって言われるまで、はい、多分四六時中、はい、走ってますよ。今でも6万キロぐらい年に乗りますからね。6万キロ、はい、で自分のだけでね。でもこう出張来てこれはちょっと走ってこれないもんだからあまり時間的に、はい、来て暇があれば来ますよ、はい、本当はね。だけど帰った翌日新潟行かなきゃいけないとか終わった後、はい、そういうのがあるんで。でも新潟は車で行っちゃうけどね。新潟車で行かれるんですか。愛知県からね。だから電車で行くの嫌いだから。だからそうやってこう、ただここまではちょっと大変なんですよ。いや、それ大変ですよ。許されない。めちゃくちゃ大変ですよ、うん、でもだからどんな運転って言われると、じゃあ大分から熊本空港まで普通だったら2時間強ですよね、多分ね、下道ね走って、うん、それを5時間ぐらいかけて走るんですよ。5時間。あ、そうなんですか。あの遅いってことじゃないですよ、いろんなとこ寄ってるっていう。この間あの吊り橋とかね、はいはい、例えばね、はいはい、行っちゃって、はい、でも高所恐怖症なんで、あの上はとても歩けなくてあれの見える場所に車を止めて、わあすげえって。もしあれ歩いたら今頃いないですよ。もう腰抜けて、多分あの高さは何なんだみたいなとかね。で九十のお山の下の駐車場でちょっと歩いてみたりとかね、はい、そういうんで2時間半のとこを5時間ぐらいかけてあちゃこちゃ見て歩くタイプ。あ、それどんな運転っていうとそういうタイプなんですよ。あ、意外でした。もっとなんか高速道路をビュンビュン行くのかなっていう。いや、それじゃ味もそっけもないじゃんね。あ何のそれって仕事になっちゃうから。なるほど。じゃあもうそうじゃなくてこう、まあいろんな電車では行けない、いろんな小さな、だから看板がいっぱいね、この大分からここまでの道走ってくるといろんな看板が出てるわけ。なんとかの滝がこっちだとか、はい、なんとかの湿地帯がこっちにあるとか、はい、そういうのを見るとまずそこ行く、それでまたここ帰ってくる、でまた本線に戻るみたいな。なるほど。で普通にこう降りてったらつまんないじゃん、ミルクロードをね、はい、とまたぐるーっと向こう行って阿蘇の位置を上行って、はい、今日もすごいですよね、これがね、風の具合ですごい目が痛かったもんね、うん、この間結構吹いてたよ。あ、そうなんですね。下にこうやって200〜300メーターこう吹き上がる煙を見て、今週のこのレースがでっかいのなきゃいいなと思いながら見てました。そうやって、うん、はい、あらゆる場所、はい、観光案内にないような場所を平気でこう寄りながら行く、そんな運転ですね。でね、ぜひ皆さんもそういう運転で楽しんでみてください。まだまだですね、お時間お話を伺いたいところなんですが、お時間がちょっと迫ってまいりました、はい、最後にですね、集まってくださったファンの方に何か一言お願いします、はい、自分のことはともかくチームのことはい、2時過ぎからかな、はい、予選始まりますんで、64号車見ててください。はい、はい、まあ今日より明日のが楽しみかなみたいな気がしますけどね。はい、はい、じゃあ今日はどんなレースを、はい、はい、今日はどんなレースを見せてくれるのか、皆さんぜひぜひ64号車応援してあげてください。はい、ありがとうございました。監督総監督賞でした。中島悟総監督でした。ありがとうございました。さあ、この後も予選楽しんでください。ありがとうございました。